愛とは呪い自由もまた呪いさん男性50代アニメ制作なぜ時間がかかるっていうですね質問ですアニメ業界事情に関する質問です原作の漫画が完結しているアニメの制作に時間がかかる理由を教えてください 昔はジャンプ漫画が原作のアニメなどは原作の進行に追いつくとオリジナルのエピソードを無理に挟んだり総集編を編集してまで毎週オンエアしていましたやってましたねこれあの「ドラゴンボール」でですね何かフリーザとクリリンが睨み合うだけで何か10分ぐらい作ったりしてますし俺昔懐かしいですね「巨人の星」でもやってましたよなんか星優まとですねあのバッターのサーモン豊作なり花形みつるなりがですね見つめ合ってですね息する だけでもかなりの秒数使ってましたしなぜかいきなりです、ね、星飛雄馬だったかな通天閣に登って狐うどんを食べるだけの回っていうのが確かあったんですけど <laughs> まあそういうです、ね、尺延ばしというかです、ね、原作に追いつきそうになってっていうのがよくあったんですけども。 まあ今と逆ですよねあの、えーすみません。ところが最近の深夜放送のアニメは原作の進行状況と関わらず12クール放送をしてそこから何年も制作されませんヒットするかどうかわからない作品ならともかく「進撃の巨人」や「鬼滅の刃」などほぼ確実にヒットする作品でも続編の制作に何年もかかりできた頃には世界的なブームを鎮静しています。 特に「鬼滅の刃」などは2020年の映画放映のあとすぐに最終回まで続編を制作するべきだったのではないでしょうかこのような感覚を作ることに経済的合理性があるのですかあるいは何か事情があるのですかご教示くださいということですうーんまあまあアニメ業界のことに関して全然わかんないんですよねだったらまあ基本的なことしか説明するしかないですよね まず、の昔の作り方。さっき話した「巨人の星」とか「ドラゴンボール」の昔の作り方っていうのは スタジオを年間で抑えるわけですね。何年も抑えるわけです。で、まあ、もちろん視聴率が悪かったら打ち切りもあるんですけども、何年,何年も続けるプ,ジョプロジェクトなわけですね。だから、そういうアニメは当然のことながらゴールデンタイムに放映するアニメなんですよ。例えば巨人の保身してもですね。ドラゴンボールにしても、まあ,あの何曜日、金曜日とか土曜日の夜7時とかに放映するのが決まってるわけですね。で、もしその晩アニメが打ち切られたしても別のアニメが夜7時になるのでまあ、予算もですね。 規模もデカいわけなんですね。ゴールデンタイムだからですね。だから、今でもです、ね、日曜の朝とかですねあと「サザエさん」とかあと「名探偵のコーナン」ってこういう作り方してますよね。もう、あらかじめこのアニメは何年も作るっていうのが分かってるから、えー、制作スタジオも何年も抑えていて何年も作れる体制でしか作らないというやり方なんですね。 これがが昔昔のの作作りり方方でです。昔ながらの作り方ですならね。今でもやってるから。で今の作り方はその儲かりそうな原作を抑えて委員会方式でリスクの少ない1とか2クールのみを作ることをまず決定するんですね。 1>, まあ、1から2クールだったら10話から最大24話ぐらいなので,です、ね、3か所から6か所の下請けスタジオを抑えて作画監督も3人からまあ、大体4人5人ぐらいで始めることができるんですよ。で、えー、ワンクールでもです、ね、作画は2ヶ月ぐらいで終わらせます2ークールならです、ね、4ヶ月で作画終わりとつまり、えー、ワンクールで2ヶ月ということは1つのスタジオにですね、えー、2本ぐらい配置するわけです2本から3本。 そうすると3つのスタジオに3本ずつ発注するとなんとか2か月ぐらいで作業を終了するわけじゃないですかつまりワンクール12話のアニメ3か月分のアニメをですね作るのにだいたい作画期間というのは2か月ぐらいですね、えー、使うんですけどもスタジオこの下請けスタジオさんというのはです、ね、こののアニメのですね 作画作業が終わった時点で次の作品に入ってますっていうのは次の作品その次の作品その次の作品っていうふうにですねずっと先までこんな感じでですねじゃあ,あの2023年の11月から2014年の1月まではうちの作品をお願いしますという予約がもうガン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 入ってるからですね。でこれは、えー、品質が良くて、 まあなんかそこそこの作業ができるスタジオはもう本当に優先的に2 2年年先、2年半先半ぐらいいまままで埋まっています。だから一旦このチームをバラすとつまり第1シーズンでヒットしたんだけどもヒットしたぞそれあの次の作品を作ろうというふうな時になると同じスタジオさんはもう2年先ぐらいまでですね、まあ、最低でも1年先ぐらいまで予約が入ってるのでどうやっても次の作品を作れるのは 1> 1年先になっちゃうんですよ。でおまけにですね今言った2ヶ月ぐらい作画がかかりますって言ったじゃないですかで作画の2ヶ月で終わって完成したとしてもさそれは作画完成なだけでですねその後、仕上げをしてですね背景とかを整えてんだろうなアフレコして撮影の素材にまで持ってってオンエアまでですね2ヶ月から下手したら6ヶ月ぐらい。 っていうのは、まあ、放送日の枠が取れる取れないとかの問題もいろいろあるのでですねだから結局前の作品をですね作ってからですね次の作品に取りかかるまでやっぱ3か月ぐらいかかる。で第1シーズンの1話の放送を見てすぐに続編を決めるっていう、まあ、これもかなりリスクテイクですよね。本当に言えば、話話かかまでの視聴率とか評判を見て、 もしくは DVD の予約状況を見て第2シーズン第3シーズンというふうにですね制作決定したいところなんですけどめちゃくちゃ早くそこら辺ですね先行させたとしてもやっぱあの各シーズンごとにですねあの最初の放送が始まってからじゃあ続編作ろうというの、ね、まで意思決定に半年ぐらいかかっちゃうし、えー、結局できるのはですね1年後1年半後ぐらいになっちゃうんですよ。もう最速ででやっても、もそんなもんなすよね。だから まあ、この間隔を短くするためにはですね最初から大ヒットを見込んで事前に契約すす。るしかないんですつまり、えー、この作品は絶対に当たりますから皆さん、えー、向こう3年間ぐらいはスケジュールを空けといてくださいっていうふうに言うだけじゃなくてその分の契約金を払えるのかとか用意できるのかとかあと制作委員会方式だったら全ての会社に対してこのリスクを 取るべきですっていうふうにですね、誰かが保証するかになってくるんですよ。で、こんなもんね、誰が保証できるのかというと、局か代理店ぐらいしかないんですよ。ここまで大きい規模の作品になってくると、スポンサーの一つ程度ではダメなんですよ。で、なので。 フリーレンなら可能なんですね。早々のフリーレンならですね。日テレが枠をわざわざこのために作ってオンエアしますというふうにやっているので、あの、フリーレンって最初からですね。第一シーズンがかなり長い話数、あの、予定されているんですけども、まあ、それでもですね、フリーレンが可能なのは、見た人わかる通りですね。フリーレンは、あの、作画カロリーが低いんですよ。アクションシーンすごいんですけど、日常シーンはね。 かなり動かないんですよねだから動くと動かないを本当にやってるので大変なシーンはですねまあまあえー、抑えて作ってるというかですねあの動くシーンと動かないシーンはっきり分けてるしあとね「設定の手抜きすすごいんですよあの早々のフリーレン」って僕は割とすごい評価してるしああいい作品だなと思うんですけども「無色転生」などに比べてですね本当に設定の手抜きひどくてあの世界ですねなぜかもうガラスが当たり前のようにあるし 鎧はいわゆる鎧だし背景の何だろう町はいわゆる中世の町なんです全部こういわゆるでできてるんですねなので設定とかそういうですね脳みそ使う作業っていうのが割と軽めにしてるので。 であとあの日常の動きっていうのは止めとかですね口動かしだけで済ませてるシーンもかなり多いんですね「あの無職転生みたいに日常演技でですね動作で演技させようとかあんま無理してないんですよとにかく原作でセリフがいいからこのセリフをパッとあのいいところでタイミングをよく持ってくるとこれはもう演出の力なんですよ。 だからサクワカロリーがね割と無色転生とかね「進撃の巨人」とかに比べるとですよあの抑えて作ってやるとそれでも、まあ、普通のアニメより手間かかってるんですけどそういうのだったらですねある程度の話数をまとめて作れるんですけども天下の NHK がオンエアしている「進撃の巨人」でさえですねサクワカロリーが大きすぎるからやっぱ各シーズンの間隔っていうのは1年単位で空いちゃうんですねだからまとめるとこの愛「愛とは呪い自由」の呪いさんの質問をまとめると理由は どううなるのかというと、いまず1、理由4つですね。視聴率がそもそも取れないゴールデンタイムにアニメを放送しても視聴率が取れないのでどうしてもです、ね、深夜予算になってしまうんですね深夜予算になっちゃうので、えー、予算が取れないということですねあとアニメというものが編成以上の局、ね、の偉いさんの人たちに評価が低いと。 ただ単に儲かるコンテンツというふうに見られてですねそれによって局のメンツがとかいうとこまでいかないので予算が少ないわけですね安く作って儲けるものだというふうに思われちゃってる2つ目予算が取れないのでですね誰もリスクの保証ができないのでですね制作委員会の場合だったら特にまずは1シーズン様子を見てヒットしたらシーズン2行きましょうよという判断に なりがち。これはもう元のです、ね、予算が少なくてです、ね、それは何でかっていうと枠がです、ね、深夜であったりです、ね、そういう外れたところにあるからです。で3つ目の理由ですねギリギリの予算で作る作品数がとにかく数が多すぎるので,です、ね、スタジオの長期押さえができない。 口約束はあるんですけども、実際にお金払いますというふうに言えてスタジオを抑えられるのがですね、かなり後回しになっちゃって作品数が多すぎるので,ですね、スタジオとしてもあ今期評判良かった良かったですねと言ったからといってパート2の予算が倍になるわけじゃないんですよね。同じ予算でもしくは前回設定前作ったんだけど今回設定利用できるからこの予算でお願いしますよ。まあ、あの予算上げられないけども同じでお願いしますよというふうに言われちゃうんで、やっぱ他の アニメと同じくじゃあ1年後ねっていう話になっちゃう4つ目クオリティを維持できる作画監督が少ないあのもう本当に今のアニメっていうのはまともなスタッフが集まれば 大成功ですよ。ここで,で。それでさらにクオリティを上げられる作画監督がある程度人数を集められようものならもう,もう勝ったも同然派遣は取れるわけですね。でもそのシーズンの派遣が取れたからといってアニメで大儲けしてですね、なんだろうな、青山にスタジオを構えているアニメスタジオなんてどこもないわけですよ。港区のアニメスタジオなんてないんじゃないのかな。あったらごめんなさい。えー、昔の富野慶喜がガンダムが大ヒットした時に、 気が狂うほどヒットした時に言ってたアニメの監督で誰もプール付きの家に住んでないっていうふうに言ったんですけどもいまだにこの状況続いてるわけですね。なのでですねあの、クオリティを維持できる作家の人数が不足してる。 ですね、それは何でかというとアニメ業界全体の貧しさもあるしあとこんなです、ね、体制で作っていてはですね、えー、人材を育成しているです、ね、時間もなければ暇もないのはですねどうしようもないところに来ているわけですなのでヒットしてるアニメがですねすぐに続編が作れないっていうのはそういうことですねまあ何でしょうね「金がないから」っていうのはあるんですけど「金がないから」っていうだけじゃないですよね。本当に誰もリスク取らないと。で 一気に作れるものとして、例えばネットフリックスとかアマゾンプライムビデオとかがそれになるんじゃないかなというふうに思われたんですけども結局アマゾンなりネットフリックスがアニメに参入している時にやってることを見たらやっぱ短いシーズンで、えー、当たりそうな作品作って権利はできるだけ全部ネットフリックスなりが持ってっていう体制で ちょっとね、今この間あのアニメの現場の人と何人かですね話させていただいたんですけどもですね何か、まあ、8人9人ぐらいかの人と話させていただいたんですけども別にネットフリックスの仕事だからありがたいっていうのがもうなくなっちゃってるんですね。というわけでですね、えー、無料の方ですねここまでにしましょうもう45分過ぎちゃいましたね。なんか、ねこう、アニメに関して。 話したらあんまりいい話が僕は出せないのが申し訳ないですねマリオのゲームオーバーみたいなものでああ終わっちゃったっていう感じに近いと思うんですよね